さん、今回かなり熱狂を生みつつも、その反面実現不可能な公約だ、ポピュリズムだという批判も多くあったと思うんですが、そのあたりどのように受け止められてますか？例えば今おっしゃってる部分を言うならば、消費税を廃止するというようなことを言ってると思うんですけど、消費税廃止は可能です。可能にならない理由は何かというと、大企業への忖度です。例えば消費税をやめるためには、所得税の最高税率を上げたりとか、あと株からの所得、これを分離課税やめるとか、あと法人税、これを累進制導入するとか、あと大企業に対する、特別扱いをやめるとか、この税制改革できれば29兆円のお金が、担保できるっていう試算があるんですよね。ってことは消費税やめるの20兆円ですから、私これやるべきなんじゃないかなと思ってます。残り、そうですね、20秒しかないので、もう話聞きません。どうぞ安倍プラのスタジオに出てください。たくさん聞きたいことあります。選挙の演説も聞きましたけれども、30年分ぐらいね、長く生きた気分だというふうにおっしゃいました。6年間で感じたこといろいろあると思いますので、改めて2議席しか取れなかった場合、山本さんは代表ですけれども国会議員ではありません。そのあたりどうするのか含めてぜひお越しください。時間が来ました。20秒全部喋っちゃったぜひ来てください。ありがとうございました。